せーの、おい、じゃあ今からね、2人で、まあ、スリーズハードウェアルールで軍資金を決めてもらって、2人で合わせてその額で買い物していただくと。はい、2人でか、1回しかサイコロ振らへんの。最初はグーグーじゃんけんぽい、はい、グーでしょ、ゴー、おっしゃ。じゃあちょっとサイコロ出しますね。はい、久しぶりにこのハードオフフォルダを開いたわ。ハードオフに必要なアプリがたくさん入ってる。最高額出てくれ。じゃあサイコロ押してください。お願いします。おっ、うー、来た。3来ました。3出た。うわ、3やん。よっしゃ、3万円でーす。やったー、年末特番にふさわしいな。やっぱバブリーな回で、バブリーな回やで、ほんまに。いいね、MTR 3個買おう。え、だめだ。ありがとうございます。くちゃくちゃのやつ。どうも、鍋奉行です。シリーズハードウェアはサイコロで出た目の金額で買った中古機材のみで音楽を作る新感覚音楽制作バラエティ。統計も信じられないこの時代、目の前のハードのことなら信じてる俺たちの DTM 参加シーズン3第2話、3ワードしか出てこない。じゃあ、あのバンバンバンクシーズの2人、3万円でシリーズハードウェア頑張ってください。頑張ります。これめっちゃいいやん。楽器じゃないですね。ピュア工具。工具めっちゃいいやん。あとパソコン買えるで、3万。ですよね、あそこ。スタジオワンのあのあれ、あの無料版使って。あの、オーダーシティ、オーダーシティシンセサイズ系やりたかったな。やばい。あとジャンクじゃないコーナーのパソコンいけそうね。いけそうです。あ、ピアノとかどう？ちょっと iPhone とか買ったらいいんじゃない。ああでも iPhone いいんじゃない。でも iPhone とかパソコンは結構いいかもね、もしかして。 iPhone でアプリ入れる。確かに何かあの、何だろう、あの SP 的なものがあるコーナーが、うん、Wi-Fi は多分あるんじゃない、スタジオに。ああ、ありそうっす。あ、 VS ある。あ、 VS ある。ジャンクといえば今んとこ VS 出現率 100% やな。上にもあるよ、1100円。え、有村使ったやつ。有村くんがもうこれによってあの電脳世界に封じ込められたから。やばい、やばい。なんかあの電脳世界に掘り込まれて出られへんなったやつ。あと改めて普通のハードほんまにあれだけなのかな。嘘みたいに少なくない。少ないですよね。なんかパワーレコードコート来た時と同じ気持ちになるんですよね、やっぱバンド強すぎて。でもほんまにないな、シーケンサーとかの類。なかなかこれは金はあるが辛いという、逆のやっぱ神はやはりこうあれさせへんね。バドワイザーギターやばない。やば、何これ。これやばいな。やばいでしょこれ。やば、7弦ベース、ね、いかつ。やばそう。 D4 って普通にこの MTR ですよね。これだけで簡単。これは多分あれじゃない、 D4 って誰もいなかったわけ、使った人いないか。いないです。これは MTR コルク D4、 はい、まあ、これちっちゃいんで使いやすい。なるほど。これでもアダプターはないんですかね、もしかして。ついてないよ。あ、ついてないんですね。電池で動くんじゃないの。動きそうな空気ありますよね、うん、出た出た。あ、最強のベリンガーの。これしかも iPad で使えるで。俺たちの最強のインターフェース。食品祭りさんが使ってたやつなんですよ。そうやんな、シーケタもこれな。カオシネーターここめっちゃあるやん。買おうかな、1個。カオシネーター、あ、ほんまや。どこある。これ結構最近数ないんですよ、カオシネーター2。あ、カオシネーター、カオシネーター2全然良くないからな。カオシネーター買うか。カオシネーター買おう。カオシネーター買おうじゃん、まず音だ、何か音出すようで、まず何かしらあるから絶対。何かしら出せるからカオシネーター買おう。カオシネーター番号言ってくれたら音分かるから。すごいな、いいね。あ、ドンキーコングがめっちゃ山積みになってる。めちゃくちゃ売られてるやん。ドンキーコング、あ、ほんまや。ドンキーコングがめっちゃある。ちゃんと筋肉番付けを量あ、やばい。何それ。なんでチャリンコ乗ってさ、引くの。僕が動くのがそれ。あー、イノベーション。イノベーション。
さ、昔じいちゃんがなんか防犯用にって玄関にロボ犬を置き出して何それ通るとワンマン、そうそう通るとワンマンだけど、へぇ赤外線的なんで、あ、そうそうそう、なんかそこに赤外線エルモがいるんですよ、あ、なるほどね、あ、これってそうなんや、へぇ人が通るとなえぇーとかって言うんでしょ、誰が買うねんって話してたんですけど、あったら赤外線にも通りかわいい、え、なにそれだったが機3点セット、あ、それいいやん、めっちゃこれ4点セット新品新品じゃない、新コーヒーだよ、未開封、まあ、確かにありっすね、うん、もうあと27分でベーソントップの予約は始まってしまうからね、やばい、そうなるとあのどんどん使える時間が減っていく、そう俺の段取りが悪いから最終的にご来店中の皆様、なるほど、今の時点でもう1万円ぐらいいってんな、そうだな、もう1万超えてる、まだでも半額以上使える、うん、そう、僕らこれすらも買えなかったと思うと恐ろしいですね、おもちゃ行ったぐらい買ったいやマジでトイザラスの量これクリスマスっぽいあいきなりインシデントが、あーマジかごめんインシデントがインシデントって言い方ほんまに思うよ、あれ2体揃ったけど、うん、何作るよいしょジャングルってよりもなんかどんどん可愛い機材がめっちゃ揃ったよな、まあでもカオシネーターが結構ドラム、まあそっか、割とテクノっぽいのが入ってるから、まあただ急いだとって天才たちが早くで曲を作ってくれると思ったら別に急がない発想転換しな、そうや、それ忘れてたわ、まずホテルの延長線ありますし、ああ嫌やんななんかパーゴレさんとかあれどれぐらい時間かかったんですか、あれパーゴレさんはすごかったよ、あれやっぱめっちゃ 2回作り直してんねんからゼロからいやでもできちゃう4曲6時間ぐらい、うわスタジオ撮ったの4時間でしたっけ、結果4時間になりそう、あ、なるほど、5時間撮ってて1時間多分潰れるから、あバンドマンっぽいな、5時間撮って前の1時間潰すバンドマンってそんな感じ、そんなもみんなそんな感じっすよ、しかも中はずっと休憩してるんで実際練習してるんで2時間ぐらい、そっか、そんなに本気で演奏するなんて何回か回したら終わりやもん、大体みんなあのだから3時の予約に3時15分に集まりだして練習始めた半ぐらいになるみたいな、なるほどね、世の中のバンドマンの基本ですからねじゃあ律儀に電話してた俺の方がイカれてたよなスタジオの人からしたらほんまにその律儀な人やねって思われるぐらいやと思いますよ、多分こんなとこに墓か、ね、入り口のドアだけ洋風やし、うん、本当だ、不思議やな、隠れ切りしたんかあとなんか緊張感高まってるけど2人どないなんか今バカ疲弊してるっすよ勝手に呼ばれてせかされて早帰れよって彼ら死んでから早帰れよって今日のへへへしか言えなくなってるもう何も考えられないです、今もう、いろいろ、ま、頭回しきったけど今の時間にこの組み立てを考えれる、結構これまでの人の中では時間潤沢な方やもん、いやただまあ3万あって1曲できひんわけがないもん、うわもうこれまでだって1万円であんだけいい曲できてるわけや、いい曲ができてるわけですもん、いい曲、いい曲だから3倍3倍ね、そう、引きこもごもの3倍いい曲ができるはずやで、やばい、引き込む、いけるかな、まあ、いけなきゃいけないんですよね、やっぱそう、まあ、もうあとはもう天才に託すじゃないですか、やっぱこう、過剰に天才って言われて曲を作り出すのってどんな気持ちなんだよ、怖い天才呼ばわりされてただただ怖いですよ、過剰な期待をかけるのもパワハラです、パワハラですね、ここから高速に有料道路で、そうだね、高いな、リーナイツ状態よ、リーナイツ状態よ左ハンドルのポルシェを俺が運転させられた時のああいう撮影用のポルシェは普通にそこら辺のレンタカーとか、レンタカーワナンバーめっちゃポルシェにあのタイムズの黄色いマークとか書いてたら、あでもついてないついてない、高級車用のでもむっちゃしんどい、左ハンドルで首都高走るのマジ怖かったな、よう金持ちはこれやってんなと思ったというかあの免許持ってますけど首都高って走れる自信ないんですけど、いやすごいよ、あのネプリーグ、ネプリーグ俺よく首都高どんな感じですか、ネプリーグみたいな二択が現れすぎて考えてる、
何を何か考えたりする。あ、俺らが余談で繋いでる間にハウスとジャングルと側の3ワードしか出てこない。今回はハウス、ジャングル、ガバで、ガバキック何から作るん。あれからカオシレーターから出てを歪ませて作ることを祈るってことですね。まあ、カオシレーターの一応ドラムのサンプルは一通り入ってるから結構あるよね。まともなやつカノートだけで作った曲とかあるもんな。そのオーバードライブ的なやつある。あ、買った買った最後。そうそうそう、まあ、最悪カオシレーターが端子なくてみたいなうまくいかなかったとしてもこうキックは出せる。カオシレーターアウト赤白やで。あれさ、フォンも あとヘッドホンもある。ヘッドホンアウトでね、変換するやつ買ったはずなんだよね。それ買ったよね。そう、わちゃわちゃの中であれを戻してなければそれ買っていい。そう、買っていけるはず。でももうお金もないもんな、スタジオで買うわけでもいかない。そうですね、そう。あ、そのお金残してスタジオでレンタルの方がいい。今、そう、今47円しかないからうまい棒買って終わりやん。3万円バッチリ使われたわはしゃぎ中華とかおごってくれへんねや。そうだ、まあ、完全に先輩としてのこう先輩力のなさが。年ってどうなるん、これみんなで、俺以外の皆さんの年は。僕にここ3、ピアノ関戸場、僕が25の世代ですね。あ、待って、関戸場君ってさ同い年なん、ピアノとこと。そうです、そうです、トライアングルですから、ピアノピアノとバンプン。ピアノとバンプン関係のウィンウィンの関係。トライアングル帰りめっちゃ早いやん。すげえ。なんとなく自転車で通ってしまうと思う。金で車を買う。金は言葉。金は言葉。金は言葉って別室でモニターするんですよね。いや、今日はもうあれ、みんなでダイレクトガヤです。あー、ダイレクトガヤ。大部屋、大部屋スタイルな。後ろでもうやいのやいの言われながら、あー、怖えー、ずっと俺らクラッシュ叩いてる感じ。嫌すぎる。鬼のライド8分叩きやな。やめてくれ。ピアノが切れる。ライド8分嫌やな。あー、この俺の大阪の苦手なこの速度。これもほんま初見殺しやんな。でこの速度カルチャーね、なんなんすかね。まあこれは無理かな。ここ右折。ここ右折は無理ですわ。アクティブドライビングする、ね。あー、惜しい。三車線のまで。ここで右折して御堂の裏から行くという知的な。知的。インテリ IDM ですね。これは IDM やな。レジデントアドバイザーはIDM エントリー。その先100メートルで。何もつかめそんな可能性が急なブルース始まった方やねえねってけ、ハウスジャングルガバやってハウスジャングルガバ人生いろいろやな。今さ、コルグのさ、何ソシャゲしてるの。ちょっと待ってよ。余裕あるな。余裕ありすぎ。いや、マリカは日課なんで。あ、なるほどね。あ、マリカね。マリカね、はい、マリカは仕方ないわ。今のピアノ男にとってのライフワークやから。ライフワーク。今コルグのもやってんだよ。しかもあ、コルグの話して D4 のね、今説明書を見てちょっと怖いもの、怖い説が今一個出てきて、コンパクトフラッシュが、あ、内蔵メモリあるやろ。内蔵メモリあるんですかね。コンパクトフラッシュで受け渡しができますみたいに書いてあって、あ、内蔵メモリなかったら終わりってことかもしれん。いや、まあ、ね、コンパクト、おいしょ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ドタバタしながら、D のミスによりドタバタしながら帰ってきましたけど、バンバンバンクシーの2人帰ってまいりました。イエーイ。3万円3万万バンクシーでね、万万バンクシーで3万円で何を買ったか紹介してもらってもいいでしょうか。まずは面白打楽器一式セットみたいなやつです。トライアングルとなんかタンバリンとマラカスと、あと何、これなんかあのパチパチするなんだっけ、これクラベスみたいなやつ。これはおいくらぐらいで？4167円。なるほど。そして、これが、カワイのトイピアノですね。これ1650円で。1650円。これですね、はい、ダリオンの MT1 中、そう、あのチューブレーター、このツブレーターこと、はい、チューブレーター歪みを1個買ってきました、はい。そしてコンパクトエフェクターはもう1個あったんですよね。これはなんかこれディレイですね。これ新品のやつを4000円ぐらいのやつ買ってきました。はい、はい、あ、これ、はい、カシオの SA46 っていう
キーボードですね。そして、はい、そして4000円でカオシレーター中古買ってきました。おお、何でもできる。やばい、もうでも何でもある。で、そしてまだレコーダーとかが、レコーダーが、これです、コルクの D4 も買ってきました。どこにもあるんですよね、そのちっちゃいレコーダーって。うんうん、なんでかちんですよ。これが一番なんか使い勝手良さそうなのになりました。で、あとはどこのハードオフにもあるカスタムトライのマイクですね。ダイナミックマイク、ケーブル付き、お得。あとケーブル類っていう感じ。ケーブルとか AC アダプターとか。なるほど。じゃあこれで、今から、スタジオ9時まで、今4時55分。頑張って曲を作ってもらえればと思います。それでは、バンバンマークシーズン頑張っていってらっしゃい。行ってきます、行ってきます、行ってきます。行ってらっしゃいってどこ行くんですか。新たな下り探してるんだよ。行くぞ、まずカオシレタが本に、あれ本になんない、なんかそんなことある、そんなことある。電源元刺さってる、元刺さってるんですか。あれ、いや、僕俺抜いてる。そう。どうも、鍋奉行です。先輩たちからの圧で腸内細菌が今にも死滅しそうな二人。慌ただしくも3万円を引き当てたバンクシーズは大量の機材を無事購入。無事スタジオに到着した後は音楽を作るだけ。と思いきや軸になるはずだったカオシレーターの電源がつかないぞ。果たして彼らは無事楽曲を作ることができるのか。牢獄の電脳世界へさあ行ってらっしゃい。次回もお楽しみに。